五マシ第十六号墳は、千葉県三部市戸田にある、五マシ大古墳群に属する古墳である。九十九里平野を流れる作田川の支流である、境川東岸には、ハニヤ古墳群、諸木内古墳群、根崎古墳群、阿蘇新田古墳群、新行寺古墳群など多くの古墳群が存在する。本古墳はそのうちの一つ五マシ大古墳群と、呼称される古墳群の一角をなし、 中心的性格を持つと考えられる前方公園墳で1994年に千葉県文化財センターによる調査が行われた。調査の結果、墳球は全長86メートル、公園部計43メートル、高さ7.8メートル、前方部幅49メートル、高さ5.7メートルで二重の周合が確認された。 空球裾部の西側にあった横穴式石室は、工作のため上部のほとんどが破壊されていたが、確認された部分から全室と高室に分かれた複式構造と考えられ、全長は約7メートル、高室長約2メートル、高室幅約0.6メートルとされた。また、本来石室内に服装されていたものと考えられる異物が石室近くの周光から検出された。 主な遺物に、近藤製、金具一、自家刀一、具一、鉄属などがあったが、棺釘や鉄属はいずれも埴輪消滅期のものより、新しく、末期も含めて、現状では、古僧の要素が見出せず、幅狭まで一定幅で全周する、掃除系二重修行も、比較的新しい形状とされ、陰馬郡栄江町の浅間山古墳と共に、最終段階の前方公園墳と考えられている。 ありがとうございます。